丈夫なので。ああ、なるほど、わかりました。じゃあこれで。はい。じゃあ今からだいたい21分ぐらい喋ってもらうようにしましょうかね、トータル。その際ストップウォッチ止めなくて大丈夫なんで、あの CM に行くときとかも。それかも初めて CM 行ってもらって、あ、わかりました。で、後で CM 開けた後スタッフするじゃないですか、うんうんうん、その後残り3分になったら流すって感じで、まあ、あとはちょっと話しっぱなし終わるって感じで。あ、じゃあ最初ちょっと始めに行ってすぐ CM 入って、はい、あとはもう切れるまでな、うんうん、やるって感じがいいかなと。わかりました。あるかなと。すいません。じゃあそれでお願いします、ね。はい、お願いします。じゃあ行きます。はいはい、こんにちは。ハイサイグスようですね。はい、今日はちょっと違った始まりで、実はですね、今週は収録で行っています。ちょうど台風6号のね、今の時期なんですけど、ちょうど多分今頃ですね、お店の方でバーベキューの予約が入ってて、店舗前で動き回ってる頃だと思いますの で今週はちょっと例外でと、ま、収録で行いたいと思います。今週も30分間お聞きくださいませ。じゃあ一旦 CM で、はい、それではスタートします。はい、でこの後はだいたい時間的に言ったら20分ぐらいで、はい、でそれかも時間帯で、はい、あ、どんなかな、まあ3分前に、うん、あ、3分前に私が 3とかってやるので、やったら、うん、それでまあ曲流してもらって、そうですね、バックで曲流して、で、エンディングで、まあ、最後曲が終わったら終了でもいい感じなんで、あ、わかりました。じゃあそれではマイクあげます。はい、どうぞ。はい、お待たせいたしました。今週はちょっと収録で行いたいと思います。とですね、ちょっと普段の生放送と違って収録なんで、ちょっとなんかね、感じが違うんですけど、はい、今週はちょっとゲストさんもいないので、ちょっと変わった話というかしていきたいなと思います。一応ですね、もう昨今もコロナも明けたので、結構旅行海外も行く方結構多いと思うので、まあ、ちょっと、まあ、豆知識というか、まあ、自分も今までいろいろ行ってきた中で、あ、こんなものがあったらいいなとか、ちょっとこういうハプニングがあったとか、あとおすすめの国とかですね、そういうのをちょっと話していきたいなと思います。まずですね、自分の場合ですね、まあ、旅の仕方いろいろありまして、例えばツアーで行こう旅とか、あと自分みたいにバックパッカーで一人で自由に行く旅とか、まあ、あると思うんですけど、とですね、あまりツアーで行ったことがなくて、現地での何かのその日帰りのツアーとかに参加するって形ではあるんですけれども、まあ、日本からずっと添乗員さんがいてっていうツアーを参加したことがないので、まあ、ちょっとあまりよくわかんないんですけど、まあ、個人旅行で行った時の話を中心に行っていきたいと思います。と、まあ、旅行もですね、短期から長期ってあるんですけれども、まずですね、短期長期どっちでも持って行った方がいいなと思ったのは、まあ、本当にもうベタなんですけど、赤すりですね。まあ、自分はこの、なんていうんですか、硬い赤すり、なんか、ちょっと背中きっちり洗えないとなんか嫌なんで、なんかゴワゴワのあるじゃないですか、はいはいはい、ボディーソープとかつけてやるやつ、あれが なかなか貝が打ってないんですよ。なかなかなくて、であれは一応愛用のものとかを持って行ってます、うんうん、で一度なくしたことがあって、しばらくなくて、やっとなんかアジア雑貨屋さんで見つけて、なんかわからんけど2つ買っちゃいましたそれぐらいなんか自分の中で赤すりって重要だなと思って、はい、まあ、石鹸とかはね、ボディーソープとかあそこにあるんで、うん、まあ、それをつけて洗うものということで、まあ、これはただ個人的ですね、赤すりですね、うん、はい、であとですね、あ、これはちょっと長期旅行でかなとは思うんですけど、洗剤入りのペットボトル、これは何ぞやと思うんですけど、まあ、ホテル泊まる場合はいいのかな、はい、洗濯機ついてるホテルとかもあると思うんですけど、まあ、洗ってくれるとか、はい、でも自分の場合なんかロング、ね、長い旅で自分で洗ったりとかしたんで、まあ、洗濯機もあるけど、借りるときに洗剤もいくらかかるよとかなんで、空のペットボトルを乾燥させて、それに
粉石鹸っていうか洗濯の石鹸ですね。粉のものを入れると結構まあまあパンパンになるんですね。あれ蓋付きなので、なんていうか閉めれば全然箱だとなんか破れて洗剤まみれになるとか可能性あるんですけど、そういうのがなくてペットボトルに入れると結構簡単に持てるし、ちょっと香り出るんで、なんかバックパあ、ック確かもちょっに。といい香りが フローラルの香りがするから、まあいいのかなって感じで。とあとですね、フック付きのロープっていうのがあって、これ何かというと、よくですね、バイクの後ろに荷物乗っけて、なんかフックつけて、なんか伸びる紐みたいなやつ、ゴム、半分ゴムっぽい感じのやつ、あれは持っていった方がいいなと思って。で、なんでかというと、まずですね、ドミトリーに泊まる場合ですね、ドミトリーって4人部屋とか6人部屋ですね、やっぱり同じ部屋でベッドがあるところなんで、見えてしまうんですよ。これが嫌なので、これをフックにつけて、そこに、洗ったタオル、バスタオルとかあるじゃないですか、タオルとか、さっきやった赤すりとか、そういうのをかけながら目隠しで使うとか、例えば女性だったら、例えば本当に気になるんでしたら、ちょっとそこに長めのなんかストールというかやれば、ちょっと見えなくなるんで、そういう目隠しでも使えるし、普通の一人部屋のホテルでも、例えば洗濯、簡単に一人で洗って干すところがないとかあるんですけど、そういうところフックかかるところにやれば、ちょっと部屋の中で干せたりするんで、このフック付きの、このロープはもう結構使えますね。そうですね、ホームセンターにも売ってるし、前なんか100均でも300円ぐらいで売ってたような気がします。あれは結構あっていろいろ使えるので重宝すると思うんで、あれは長い旅ですね、時とか必要です。あとですね、これは絶対必要ですね、短期でも必要なんですけど、変換ジャック、これ何かというとですね、例えば、iPhone とか、持っていくじゃないですか、カメラとかで充電する場合、日本のジャックと海外のジャック違うところが結構あるんですね。で、このジャック、変換ジャックを日本のものから海外のように変換ジャックできるやつが、大体電化製品屋さんに売ってますので、多分行く変換プラグ、そうです、ありがとうございます。変換プラグ、ジャックじゃないです、変換プラグです、ありがとうございました。ちゃんおかさん、ありがとうございます。そう、変換プラグ、これは絶対持っていった方がいいです。持っていかないと、ずっともう充電できなくて、もう思い出の写真とかも撮れなくなっちゃうので。で、一昔前はこれに電圧、変電圧っていう、なんかもう昔は 100V しか使えないのが結構多かったんで、電圧だいたい海外 240V が主流なんで、すぐそのまま使っちゃうと機械が壊れてしまうって感じだったんですけど、 100V に変える変圧器っていうんですか、それが必要だったんですけど、今はほとんどもう iPhone も Android とかも 240V まで大丈夫なものになってるので。もう本当に稀ですね、 100V しか使えないやつ稀だと思うんで、もしそれがあったら必ず変換ジャックは必要ですね。はい、変換プラグですね、ありがとうございました。ちょっとコメントもらいました、ありがとうございます。そうですね、これは絶対必要です。あとですね、行く場所によるんですけれども、これはもう全部一緒かな。あと個人的にはマルチビタミンとか持ってた方がいいかもしれないですね、サプリメント。サプリでみたいな。はい、意外に日本みたいにいつでも野菜が食べれるところもあれば食べれない場所もあるんですね。ちょっと葉っぱもの葉物がない人参とかしかないとか、それでもいいんですけど、ちょっとそういうビタミン C とか、そういうのはもうフルーツで補ったりはするんですけど、ちょっとそういう、マルチビタミン系の錠剤が一粒あれば、少しね、口内炎にならずにもいけるのかなと思うので、これは短期旅行でも長期旅行でもちょっとあった方がいいかなっていうものです。あとはですね、ヘッドライト。これ頭につけるライトがあるんですけど、だいたい単3とか単4でできるやつなんですけど、結構海外行くと、例えばキャンプやる人もいるかな、ちょっとそういう安宿泊まって、例えば朝ドミトリー泊まってですね、朝6時、5時に起きて6時のバス乗らないといけないとかあるんですね。そういう時部屋の電気つけると、もう他の人起こしてしまうじゃないですか。そういう時はもうヘッドライトでやって、このゴソ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 パパッとパッキングしてそのまま出るっていうのは、マナーというかちょっとあった方がいいのかなとか、あとは外に行って、例えば用を足す時とか、ちょっとね、暗いところがあったりとかするんで、あれあると両手が空くので、あったらすごく便利だなと思います。よく使ってました。
あと、そうですね。あと、ポケットティッシュというか、大体海外だと、行く国によります。欧米系だと、トイレにティッシュはついてます。でも、ついてないところ結構あるんですね。ティッシュを手持ちにしていくんですけど、で、あっちは現地で買うティッシュって安いのはやっぱトイレットペーパーなんですけど、トイレットペーパーって結構かさばりかまさばす。るじゃないですか。自分の場合の芯を取ってぺしゃんこにして、なるべく、でそれも必ず持って入ってました。で、一応日本である、なんていうんですか、ポケットティッシュもいいんですけど、そうですね、今まで海外でもそうですし、日本でもお遍路とかやってて、結構のぐそ、マスターまでいかないんですけど、のぐそしてます。で、のぐそしてて、ごめんなさいね、ご飯食べてる人なんか、すみません、カレーココイチにいる人すいません。このノグソをしてると、ティッシュもいいんですけど、一番コスパがいいのはあれです。ウェットティッシュです。でもですよ、ここで注意があります。除菌作用付きはダメです。アルコールあは。れ痛いです。アルコール付きなんで、お尻確のか穴に。敏感なんでめちゃくちゃ痛いんですよ。もう拭いくてそ。るどこじゃないんですよ。もうなんかなんじゃこりゃみたいな、あーって言いながら拭いてるんで、あれは一回失敗したんですけど、ああ、なるほど。アルコール除菌がないありま普す通のね。ウェットティッシュ、よくここら辺で言ってた赤ちゃんのお尻拭きとかそういう感じりのまもすのね。でありますね。あれだとですね、コスパいいんですよ。3回ぐらいできれいに拭けるんですよ。そうそう、あれだと省エネですね。SDGs みたいな感じで、ティッシュをたくさん使わなくても、そのウェットティッシュ3枚4枚ぐらいできれいに、しかも快適にのぐそするときですね。 良くて、あと海外だと、アジアだとですね、トイレットっていうか、トイレにですね トイレにティッシュ流せないんですよね。こそうのなんだ。国の例えばティッシュの原材料と、あと一番問題が下水の処理ですね。下水の処理があまり良くなくて、ティッシュは流しちゃいけない。じゃあどうするかって言ったら、足元にあるちり箱に入れるんですね、拭いたやつを。で、これが片付けられてたらいいんですけど、たまに片付けられてない時は山盛りになってるんですね、拭いた。ユーズドのトイレットペーパーが、そう、ウォッシュ券、そうですね、ウォッシュ券ですね、そうですね。チャンス、ちゃんおかさん、ありがとうございます。そう、そうなんですよ。だから、ちょっとティッシュがあると、もうすごいアロマな香りがして、アロマというのか、なんていうのか、そうですね、良くも悪くもですね。で、そういうところで、またティッシュをたくさん置いてると、ちょっと邪魔になるし、あんまり嫌じゃないですか。あまりね、いい気がしますね。だったらもうウェットティッシュで快適に3枚ぐらいで終わろうよっていうね。そう、ウェットティッシュは結構おすすめです。おすすめは赤ちゃんのお尻拭きっていうやつですね。あれがめちゃくちゃいいです。ですね、ほんと。で、こんな感じかな。一応持っていってよかったっていうのは、もうキリがないんですよ、もういろいろ言えば。だけど、大体これあった方がすごい良かったなっていうところですね。ハプニングもとかもあるんですけど、大体ですね、よくあったハプニングは、値段交渉ですね。特にアジア圏だと、日本だとこの商品いくらって書いてるじゃないですか。で、それが大体書いてないところなんですよ。で、聞くんですよ、これミス1本いくらって言って、本当は20円なのに100円とか言ってくるんですよ。で、100円だったら日本と一緒だから、安いな、買うかって買うんですけど、後から20円なんですよ。で、怒って返せって言っても返ダメなんですよね。もうお前はちゃんと納得してお金払ったんだろうってことになるんで、もうこれはもう後から言っても絶対返してもらえないんで、もうこういうの何回もあって、悔しいんですよ。悔しいですもう金額の問題じゃなくて悔しいんですよね。そういうのをやって値段を覚えていくっていう感じなんですけど、もうそれでも毎回喧嘩ではないけど、特にインドはもうひどくて、初めにもう20分ぐらいかけて交渉して、力車みたいので、で行って降りて、ちょっとね、思ったよりも遠かったから、チップ渡そうかなと思ったら、初めに行った値段が倍の値段行ってきたから、お前、ちょっとね、丸するぞみたいな、ちょっとファックとか、ちょっと汚い言葉言って、もう、本当ダメなんですけど、お札に唾吐いて、投げて、捨てるふりして帰ったりとか、もう後味悪くて、アジアら、ちゃんかさんですね。そう、冷たいコーラと冷たくないコーラ。これ、値段違うのもあるし、場所によっては、タイのどこだったかな、バンコクのどっか行った時に、寺宮回った時にめっちゃ暑くて、外で、一応コーラの旗がいくらだったんですよ。あ、じゃあコーラちょうだいって言ったら、
もう外に置いてる瓶のコーラ開けて、瓶に氷入れて、そのままコーラ入れて渡されたんですよ、ストーリーで。冷えてない感まあ、じ。いろいろ突っ込みどころあるけど、冷えてない、まあ、今冷やしたからいいだろうみたいな、まあ、しかも氷だしみたいな、まあいいやみたいな、まあ、なんかそういうので出してきたりとか、そうですね、なんか確かに冷たいコーラ、あと、そう、なんか今はあるか分かんないんですけど、タイだとバスで移動するんですけど、クーラーがついてるバスとクーラーついてないバスがあって、クーラーついてないバスは安いんですよ、ただ暑いっていう。人もやばくないですか？人もやばいですね、結構クーラーついてないバスは多いですね、人。やっぱり安いからって あ、そう、チャンクさん、その氷怖いよねってあるんですけど、もう氷が。氷ですね。一応、タイ行った時に初め、屋台でめちゃくちゃ当たって、それから大丈夫で、で、もういつもビールに氷入れて飲んでたし、で、中国行ってまた当たって、油がすごくて、その後も大丈夫で、一回当たって、免疫がついたら大丈夫ですね。で、そのおかげでインドはもうほとんどお腹壊さず、はい。一番イメージありますけどね、おイン腹壊ドす。やばいっすけどね、一応、まあ、その前に洗礼を受けてるんで、やっぱお腹強くなったんだろうかなと思って、まあ、短期旅行だったら、もうそのね、なんかね、お腹下したりとかなると楽しめないかそらあうれでなんすですけど、まあ、長期だと、ね。まあ、ちょっと毒入れるぐらいでいいのかなみたいな、一回経験するみたい強くなるよねみたいな感な。じで、はい、そうなんですよ。まあ、ちなみにその時の話で、ドイツで治験のバイトしたんですけど、薬物実験バイト、アルツハイマーの人に効く薬をやって、1週間に1回4週やるんですけど、最後やばいんですよ、もうバイバイなって言って、もう半日動けないぐらいだるくて、多分かなり強いんですね。で、多分これの血圧とかそういう心電図とか取って、で、この量はやばいよね、じゃあこの量でいくかっていう感じの実験体データを取るっていう感じだったんで、量が多くなってる。量が多くて、あ、これはやばいって、もう半日動けないんですよ、めっちゃきつくてだるくて、もうで、まあ、それを経験したせいか、今回のコロナの、ワクチンだったじゃないですか、一応3回受けたんですけど、副作用全くないんですよ、熱も出ない、副作用出たらお店休もうかなと思ったけど、全然もう全くないんですよ、もう全然もう終わった後すぐ飲みに行っても、もう何もなくて、ただ翌日だるいなと思ったら熱もないし、ただの二日酔いだったって感じで、まあ、なんかある程度ちょっと毒入れた方がいいのかなって感じで、ある程度っていうかすごい毒ですはい、けど。あ、チャンカさんがバックパックにはセイロガンが必要品って言うんですけど、自分はですね、逆にですね、セイセイロロガガン否定ン、派なんですよ。胃腸薬ですよね。胃腸薬というか、あれ下痢止めなんで下痢す止めね。か。で、自分、これは分かんないですよ、ただ自分の持論で、下痢っていうのは、下痢、説明していいのかな、多分ここ体の中にね、やばい菌が入ったよ、じゃあこの菌を出そうよって感じで、で多分下痢になると思うんですよ。そうですね。で、これは早く出した方がいいと思うんですよ。で、セイロガンって下痢止めなんで、で、この毒を止めと止めとく。く、まあその間は大丈夫だけど、結局その間に重症化しないかなっていう変な勝手な心配があって、だったらもう出す時出そうぜみたいな感じな。でも例えばでしょ、このあと例えば飛行機で移動とか、この3時間はトイレもう行けないいとけか。ないとか、例えばこの3時間後ね、仕事があるとか、そういう緊急性の時には使った方がいいと思います、下痢止めで。ただその後絶対また出ると思うんで、そうですで、なるべくは、そうですね、自分はもうセイロガンはもう持っていかないで、とりあえず出せば治るっていう感じでやってましたね。で、まあまあそういうのがあったりして、だ結構そのハプニングっていうのは、この値段交渉のハプニングが結構あったんで、必ず、まあ、払うイコール納得したってことなんで、後から言っても絶対戻って帰っこてなくいとれこない。ろなんで。で、まあ、そういうの考えると、まあ、おすすめの国とか言うと、まあ、大体、まあ、お金ちゃんとやってる欧米とかは OK だし、近くのアジアだったら、まあ、ベタなんですけど、本当に台湾はめちゃくちゃいいですね。台湾はちゃんと交流もなってるし、で、めっちゃ親日家だし、初めは大陸の人と思われるんですよ。でも中国語喋れないから、どこから来たって言ったら、ジャパンだとか、あと琉球、ジュージューだとか言ったら、なんか、おおってよくしてくれて。で、中国語喋れなくても、筆談で漢字書けば1割か2割は通じるんで、そうなんですよ。もう、英語通じなくても、喋れなくてもいけるんですよ、筆談で。じゃあおすすめ。おすすめ。だから、食堂行っても、ご飯食べても、
あ、これは豚だな、これは牛だなとか鳥だなってわいうからる。しい、あ、これは炒めてる感じだ、これはチャーハンだなとか、なんかある程度わかるんですよ。だから嬉しいんですよ。なんか見嬉しい。ても、あ、これ見てなんとかわかるみたいわな。かる。結構そういうのはいいかなと思いますね、逆台に分湾。かんないとかあります。もうこれは何だみたいな。あ、もう結構モンゴル行った時とモンか、ゴル。モンゴル、まあ、今はあれだとはい。スマホがあるんですけど、もう昔本当にもう20年前ぐらいに行ったんで、なんかモンゴルモンゴのル。草原で、まあ、これもごめんなさい、野グソした気持ちに行って、星空見ながらって、それやりに行ったら、まあ、11月に行って最高気温マイナス3度、最低気温マイナス15度で、結局外でやったら、ごめんなさい、死にましおょ尻の穴が凍って出なくなるっていう、まあ、そういうオチで終わったんですけど、全く分かんないんですよ。で、とりあえず食堂入って、なんかカテゴリーがあるんですよ、6つぐらい。同じカテゴリーからだったら絶対かぶるんで、ここのカテゴリーとここのカテゴリーでいこうみたいな。じゃあ、なんかもう集中して、全集中ですよ。これと、もう分かるんですよ、これみたいな感じだったら、そしたら、なんか羊肉入りのスープと、なんか、大きい、なんか、餃子みたいなのが2つ来て、勝った よし勝ったみたいな、これオッケーみたいな、2つ汁もん来なくてよかったみたいな、同じ場合も。そういうのがあったりして、面白い。でもそうですね、あとはまあおすすめ、まあ結構自分も一番住みたいなって思うところで、ニュージーランドとかめちゃくちゃいいですね。もう本当にもう食べ物美味しくて、水道水もミネラルウォーターだし、めちゃくちゃ美味しくて、ワインも美味しくて、もうラムとか本当美味しいんですよ。ニュージーランドおすすめですね。もう将来移住したいなと思うぐらい、めちゃくちゃいいところで。そうですね。まあ、ツアー以外だと、個人で行くんでしたら、やっぱりそうですね、ある程度言葉が通じるところが、初めは楽かなと思って。まあ、アジア圏だと、まあ、先ほど言ったんですけど、台湾とか、あとはまあ欧米の方ですね。で、意外にヨーロッパってみんな適当なんですよ。意外に適当なんですよ。もうドイツぐらいですかね、ドイツ人めっちゃ真面目なんですよ、日本人に近そうくですね。て。あとみんな適当なんですよ、本当に。もうスペインの人とか、もう沖縄ってウチナータイム言ったじゃないですか、もうあれがもっと異常っていうか、以上。もう本当に大丈夫かっていうぐらいで。まあ、治安的にはそんなに悪くはないんですけど、例えば強盗がある、銃を持ってる人がいるとかはいないんですけど、軽犯罪が多いんで、置き引きとかすりとか、なんかそういうのが多いんで、ちょっとそういうのは気をつければいいのかなで、があるんで、それをちょっと気をつけながら、そうヨーロッパも一応、日本と同じ感じでですね。行くと、まあ、よくあるじゃないですか、外人さんが日本に来てびっくりしたので、トイレ行くときに財布置いたまま、なんかトイレ行く。考えられないって、実際やっぱそれはそうで、一回自分バックパッカーゲストハウスでちょっとカメラをですね、デジカメをベッドに置いたままご飯食べに行って、あ、そういえばカメラ持ってないと思って戻ったらなかったです。もうだからそうなんです、本当に3、4分なんですけど、でもこれはこういうのを出した、隙を出した自分が悪いので、結構軽犯罪は多いので、それを気をつければいいのかなって感じですね。行きたい国って最後にあ行きりまたい国、す。今だったら絶対行った方がいい国ってキューバですね。よー、今キューもバ。アメリカと国交正常化してて、アメリカの人の旅行者が結構入ってきて、もう街が変わってるらしいんですね。昔のキューバの街がだんだん変わっていて、もうどこら辺にでもある、なんかおしゃれなカフェテラスがあってみたいな、もうなんていうんですか、ちょっとクラブっぽいのがあってみたいな、なんか旅行者が好きなような、好むような欧米人スタイルの街になっていってる、ハバナがなっていってるっていうんで、今のうちに行った方がいいなって思ってますね。昔ながらのキューバを。今、ちゃんおかさんが長距離バス乗る時には必要かなってるんですけど、そうですね、長距離バスとか必要ですセね、ロガンが。セイロが必要です。しかも長距離バスですね、もう夜行くバスとかよく乗るんですけど、宿代も浮くから。だけどもうとりあえず、もう財布入ってるポケットには上から手を置いて、必ずもうなんか何かあったらすぐ気づくような、もうそういう感じで寝るっていうか、ちょっともうそういう感じでやったりしてましたね。もうなんかそういう感じでなったんで、まあそうですね、こんな感じで。そうですね。あとはまあまあ、今スマホがあるんで、いろいろなんかカレンシーとか、そのお金入れたら、現地のお金入れたらいくらになるっていう無料のアプリがあったりするんで、そういうの入れるとまたいいのかなと思いますね。
ということで、はい、もうあっという間に時間になっちゃいましたね。ということで今回はあの番外編ということで、はい、旅に行く時の話をしました。また来週よろしくお願いいたします。バイバーイ。お疲れ様です。お疲れ様です。山岡さんありがとうございました。楽しかったです。こちらもありがとうございます。それではツイキャス終わります。